はい、こんばんは、今日もね、楽しい音楽のお話いたしましょう。今回ね、ご紹介するのは弦の張り方なんですが、細かい弦の張り方の手順に関してはまたご説明いたしますね。非常にね、弦の張り方で大切なのは弦をねじれて張らないことです。スーッとまっすぐ通してペグを回す、このことが重要になります。で、なぜねじれるとダメかというと、ねじれてしまうと弦を弾いた時に弦が振動するのが一定にならないわけです。基本的にギターの弦というのはこういうふうにいますね。サイン波を描かないといけないわけです。いわゆる制限波ですね。こういう、それがこう乱れてしまう。これはなぜかというと、一番大きな原因は弦のねじれです。そしてね、先日からお伝えしているように、開放弦というのは抑えないわけで、ある意味コントロールが効かないわけです。それが開放弦で、例えば C を弾いた時の難しさであるわけです。このボブ・マーレーさんのね、名曲のノーマンのくらいをちょっと聴いてみてください。なられたと思うんですが、C がね、こうやってこの響きとこの響き違うんです。わかりますかね。こういう風にね、C を、制覇してこういう風に弾いた場合の響き違いますよね。どちらが音階として正しいかというと、こちらです。こちらが C なんです。ところが、わざわざこれをなぜこう弾くかというと、 C で明るいはずなのに若干物悲しげじゃないですか。例えばこれを、ってやってしまうと、トレンチタウンでね、すごく貧しい人たちが暮らしている中で、ノーマンのくらい悲しまないでっていうニュアンスが出ないんです。最初のここにね、若干の物悲しさ、ちょっと哀愁漂うじゃないですか。これを表現するためにはこうではない、こうなんです。そのためにはパーフェクトにこういうね、チューナーを使ってただ音を合わせるんではなくて、実際に和音を弾いてみてね、ポイントとなるのは3弦です。3弦のコントロールによってね、これほど変わります。ちょっとこういう風にしてみると和音が違います。これだと不協和音になってしまうので、もうちょっと上げます。これだとどうですか。これに近いですね。もうちょっと上げるとちょっと明るくなるんです。ちょっとハッピーな感じになりますよね。じゃあこれで、わずか3弦をちょっと下げて、こちらの方が心に響くと思います。3弦のわずかなチューニングの違いなんですが、実際ですね、これは名盤として言われているボブ・マーリーさんのライブというアルバムがありまして、これが、世界にね、残る500曲のうちの37位にランクインしてるんですが、実のとここれは、A イコール5弦のね、これを 440Hz ではなくて 432Hz でチューニングされています。ですので、
440Hz で弾いてる以上、ずっとボブマリーさんのあのニュアンスは出ません。ちょっと物悲しいね。それでいて人を心の勇気づける、あのニュアンスというのはちょっとしたダウンチューニングによって起こっていることなんです。それはね、もう彼のボブマリーさんのね、あとウィラーズの感覚によるものであって、数値で計り知れないものがあります。なので、あのよくヒーリングミュージックみたいな形でね、周波数だけ合わせて、この周波数だと必ず寝られますっていうのはね、あれははっきり言ってありえないです。なぜありえないかというと、必ず寝てしまう音楽であれば、それを録音してミックスダウンまでできる人間が存在できないからです。必ず寝てしまうんであれば、作業中にその音楽を聴いていて寝てしまうはずですよね。でも物として存在できるということは、眠れない、本当は眠れないということです。ですのでね、商業的にね、そういう音楽があることは私は否定しません。それでお仕事されてご商売されるのはそれはそれで、よろしいことかと思いますが、安易にね、あのそれを聞いて眠れると思い込んだり、それを人に勧めたりするのは私は間違ったことだと思います。あくまで個人の責任において行うべきだと思います。ありがとうございます。そうですね、それはセンスの問題であって、あのおっしゃられている通り、それで眠れる方がいるのは事実だと思います。それはそれでね、立派なご職業であり、人を眠らそうというその気持ちだけでね、それはもうあのとてもいいことだと思います。あのそれは決して失礼、あのそれを思ってね、あの悪徳商法だっていう方いらっしゃるんですが、そんなことはございません。あの人を眠らそうとするあのその心ね、あのそれがとても大切だと思います。方法論は違いますが、人に対してね、幸せをもたらそうとする、そういう意味では同じ考えですから、私はあの自然なものを使ってこのような音の響きで、あの人に幸せになってもらおう、眠りにつけない人に眠りについていただこう、そういうふうに思います。ただあの当然楽器が弾けない方もいらっしゃるんで、その方たちがシンセサイザーなどね、あのを使って、何ヘルツっていうものを合わせて人を幸せにしよう、これもあの非常にいいことだと思います。皆さんね、自分に合った音楽で、眠り、食事をとり、そして愛する人を慈しみ、そういったね、生活を送っていただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。 See you next time です。私のギターで眠くなったそうです。ありがとう。またそれではお会いしましょう。それではおやすみなさいの方、おやすみなさい。